診療所の周りに人がたくさん集まってる。あの人たちもさっき。まずいことが起きた。しかも何か、フックの親分はコールマスターまで持って、コークには悪い奴がたくさん。フックの親分の親父で、じゃあ頼んだぞ。落ち着け。聞こえのいい、お前、あんたは光脈狂う。どうした、お前たちは。みフック。親父。そうだ、アントニアに話した。お俺この私がいる限り。あ、お前は。またひ、親父。心配しないで。それならよかった。強がるな、チョウちゃん。ああ、思い出した。流浪者との紛争。親父、はい。だが、ああ、ただの工具だ。見て、診療所の周りに人がた、傷の手当ては終わったわ。聞こえないふり。私は何もしてな。ほら、子供を甘やかす。もう時間ね。モグラ島のボスたるもの、お前とナターシャのおかげだ。そうでなければ俺たちは親子でひどい目に遭う。数日前、流浪者たちはそれを知って、もちろん採掘チームがそんなことを認めるわけがない。くそ。親父、どうしてそ。親父はな、そろ他人からわがままと言われようが。親父。もういいんだ。か、残念なことがあるとすれば、俺の鉱脈。おそらくな。あれは地、ずっとあれを使って鉱脈を探し、今の俺には探測機なんて必要ない。もう追求するのはやめるつもりだ。診療所の外で話がある。と、フックが目で訴えかけている。これが目と目で通じ合うということ？待て。そうだ、なんとか探索切って。よし。見て、アントニアだよ。また流浪者たちと一緒にいるみたい。遅い。もう紹介する。それは言い過ぎです。でも鉱脈事件。私は、親父の鉱脈探測機を。これは、私の推測ですが、コークでの紛争が終わった後、そして、私たちが戻った時に。はい。流浪者には流浪。でも、実は、容疑者たち、もちろん、本物の泥棒が、はい。容疑者のように。
お前が親父の血が私は本当か？いいよ、質問するな。ぼーっと、それだけ。いい日でも、利益。ない、短足。この人。普通？いつもこんな話。私、とにかく、この人は、あれ、フック？お前が親父の、やっぱり疑う。私たちの質問。わかった。特に何もしてないよ。終わった。この理由は、フェスマンさん？もしかして、探測機？質問は終わり？お前が親父の。なんだと？物売りにとって最も重要なことは、だったら黙秘権を使わせて、その質問には発言。もう一度だけチャンスをやる。ガキのくせに俺を脅す。そうだ、取引をしないか。はあ、だったら好きにし。賢明な判断だな。町で商品の仕入れをしていた。何もおかしくはない。フェスマンさんはよく俺の仕事の世話をしてく。みんな共存すべき。盗んだのは間違いなくコックだ。俺の仕事柄、人の考えを読み。おお、これ。いえ。このガキ、いきなり人を泥棒呼ばわり。はん、口ではなん。はあ、ガキの飯を作ってた。そ、タイミングが悪かったとしか言いようがない。フェスマンさんには頭が上がらない。彼を信頼していたっち。鉱脈は見つけた人のものだから、彼を責めることはで、ああ、この前あそこのシッターがフェスマンさん。好きにしろ。はあ、どうしよう。安心してください。私が、コックはシッターがやったと言い、仕立て屋は自分はやってな。コックと物売りが怪しい気がする。間違っても大丈夫。そうですよ。コックはシッターがやったと言い、仕立て屋は自分はやっ、あた、行こう。直接。わかった。親父の。僕は無実だ。君たち。スミリ、お願いだから、無実の。見ろ、もし犯人が知ったの。もう大人ってほんと。親父が探測機を置いていた場所を探せば、何か手がかりが見つかるかもしれない。これは物資箱の裏。あっちだ。これはこの調味料。こんな独特な匂い。どうしよう、泥棒、親父の宝物。泥棒はどこに行ったんだろう。そういえばコークに、私が案内する。
散歩おじちゃんはいつも魔女ババアの診療所に通ってるから、何か深刻な病気なのかもって思ってたんだけど、もしおじちゃんと泥棒がく、あなた本気ですか？ウロなんかない。お前二人とももう逃げられないぞ。ドスクロのフック様のご登場だ。ただの取引ですよ。あなたと。なるほど、安物には裏がある。誤解のないように言っておきますが。おい、そんなに。お前が親父の宝物。なあ、おい。なんだか嫌な空気になってきたので、僕は先に失礼してもいい？俺に道理を説くつもりか？どっちに。ホールマスター準備。おや、もちろんです。教えてあげましょう。その宝物、コツとしてはこのような美人コンテラップ。よし、お気をつけて。あ、ゴーディーだって、なんで人が倒れてるの？ほら、早く行ってみよう。おう、ちゃんと見てくれ。これは俺の見立てじゃ。単身のない探測機は歯のない剣と同じさ。買い取ろうとしている。分かった。どこに行ってたんだ。どうかしたのか。今まで私はお姉ちゃんと一緒に。でも親父の探索機は。やっぱり盗む。私は大丈夫だ。これは。そっか。どうして謝るんだ。でも泣くな。俺はこの探索機でたくさんの鉱脈を見つけだが、結局のところた私それでもいい。じゃあ安心しな。お前、私